クラッシュオブクラン本日の一本ということで、どうもドズルです。今日もね、私ドズルのおすすめの一本を紹介するコーナーがやってまいりました。今日紹介するのはクラちゃんの中でも数少ない女性プレイヤーの攻め、紹介していきたいと思います。ハルさんはね、多分日本の中でも女性プレイヤーの中では本当にトップクラスの腕の持ち主だと私は思っております。さあということで参りましょう。クイヒーかな、クイヒーからのフォグラッシュですね。さあスタートなかなかしない、あ、しました。でアーチャークイーン出していくんですけれども、まあ、ヒーラーをつけて、あ、レベルマックスヒーラーかっこいいですね。なんか若干オーラが強くなってる気がする。さあというね、雑談は置いといて、でここから一つポイントなんですけれども、このボーラーですね。このボーラーを出す位置がもうかなり絶妙でございます。あの施設の体力が外にあるエリクサータンクがね、施設体力結構あるの で奥のウィザードタワーに攻撃が当たらないようにしながら、ボーラーを展開していくと。でちゃんと体力とね、ボーラーの攻撃力をしっかり計算すれば、このような一撃もボーラーにダメージが入らないまま中にあるウィザード塔もね、破壊できるというテクニックも使うことができます。このボーラーによって一つの防衛施設とサイドカットも完璧で、ここでホグライダー1体で相手の援軍を釣っていきます。さあレイジをかけて、ここは相手の援軍処理ですかね。さあここからさあ相手の援軍を処理して、今回ウィザードなんですね。さあバーバリアンキングからのウィザード、そしてウォールブレイカー。さあここでアーチャークイーンを中に入れていきます。でこっからがね、本当に嘘でしょっていうぐらい上手いんですけれども、まあ、ここまではもう上手いんですけれども、ここでウォールブレイカーレイジで一気に中に入れていきます。で相手のインフェルノタワーの攻撃を受けないようにしながら、エターナルトームを使ってね、ウォールブレイカーが中の中まで行きました。でこうすることによってアーチャークイーンが相手のアーチャークイーンを処理してくれて、でホグライダーを安心して回すことができるという感じでございます。エターナルトームって普通こう効果力をキープするためにね、中心部の集中砲火を避けるために使っていくんですけれども、こういったなんて言うんだろう、ウォールブレイカーを生き残らせて中の壁を開けていくっていう用途にも、まあ、使っていけるっていうのがね、一つ勉強ですよね。さあここでフリーズを使ってからのヒーリング、さあしっかり間に合いますね。で奥のクロスボウをウィザードと凍らせながらも、手前のインフェルノタワーをね、しっかりとフリーズで処理しながらヒーリングでかけていくと。インフェルノタワーの攻撃中はヒーリングの呪文がね、かからないので巨大爆弾とか結構リスクになるんですけれども、しっかりフリーズでかけながらヒーリングしてあげることによって、ホグライダーがインフェルノタワーをね、がっつり追ってくれております。まあ一言で言うとうまいですね一言で言うとうまい。ホグライダーの体力がタウンホール10と11で上がっているので、まあ、若干のこう余裕というか、ホグライダー強化されているんですけれども、まあ、こんな感じで、まあ、入りもすごい上手いですし、グランドオーデンプラスのウォールブレイカーの掛け合いも非常に上手かったです。まあ、こんな感じでね、タウンホール11は本当に学ぶことがたくさんあるんですけれども、タウンホール11の全開ってなんか芸術的ですよね、本当に。ちょっと私も、コツコツ練習していきたいと思います。ということで、本日の一本、じゃあこんな感じで、今日は女性プレイヤー、ハルさんの、リプレイでございました。また次の動画も楽しみに待っていてください。バイバイ。